池武蔵の鮮やかな一撃で決勝への扉を開いたコンサドーレ。ついにルヴァンカップファイナルの舞台へ。勝ってあのコンサドーレの歴史に名を刻めるようにチーム一丸となって戦いたいなと思います。決勝もぜひ皆さんと共に優勝してコンサドーレの歴史変えたいです。オールコンサドーレでタイトル取りましょう。コンサドーレ初のタイトル獲得へ。10月26日川崎フロンターレとのルヴァンカップ決勝。クラブの歴史を作る運命の試合を午後1時から生中継。